榎木社長のご挨拶でした。続きまして、片野坂智弘監督より皆様にご挨拶をいただきます。それでは片野坂監督お願いいたします。皆さんこんにちは。ちゃんと喉飴を舐めているので大丈夫です。ホーム最終戦に寒い中たくさんの方がお越しいただいたことありがとうございます。そして寒い中セレモニーにもまたこうやって最後まで残っていただいたこと本当にありがとうございます。今日のセレッソ大阪戦ホーム最終戦ということで、私自身も勝って皆さんと喜び会いたかったですが、残念な結果になりました。これは私自身含めてまだまだ力が足りないということを知らせられたと思います。今日はすいませんでした。今日のこのゲームというのは来季につなげなければいけないと思います。セレッソ大阪さんのサッカーというのは非常に素晴らしいものがあったと今日感じました。このチームを来季は叩けるように勝てるようにやっていくことが私への課題、そしてチームへの課題だと感じました。そして今シーズン大変多くの方がアウェーもホームも我々大分トリニータのためにご支援ご声援をしていただきました。やはりこの応援支え、これがなければ今シーズンの成果というのは出せなかったと思います。本当に1年間ありがとうございました。そしてトリニータを支えるスポンサー様、行政の皆さん、そしてボランティアの皆さん、ファンサポーター、大分トリニータの経営理念というのは三位一体、一緒に団結し大分県の、そして大分トリニータを応援する皆さんの活力になるということ、それを今シーズン我々もしっかりと胸に秘めピッチの上で表現し、今シーズン9位という素晴らしい成果につながったと感じています。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。私自身も来シーズン5年目の地位を取らせていただくことになりました。そして J1 でありがとうございます。 J1 で2年目のシーズンになります。2年目、今シーズン9位ということで11位18位からのスタートではありませんが、気持ちはやはり残留争い絶対ならないように、そして今年の9位というのをさらに上に順位を上げれるようにしっかりと選手とともにクラブとともにやっていきたいと思います。そのための皆さんのご支援ご声援、また今後もよろしくお願いします。すいません長くなりますけど、あと2つ皆さんへのお願いがあります。今シーズンこれまでの成果というのは、このピッチに立っている私を支えるテクニカルスタッフ、そしてトレーナー、マネージャー、通訳、このスタッフが本当に素晴らしい仕事をしてくれました。そしてこのピッチに立っている選手30人、本当に我慢も悔しい思いもいろんな思いの中でトリニータのためにという思いでやってくれました。この思い、そして一体感がなければ今シーズンの成果というのはなかったと思います。どうかあの拍手をやってください。お願いします。決して私一人ではできる成果ではありませんでした。本当に感謝します。それともう一つ、来季も J1 で戦います。
して素晴らしい選手、素晴らしいチームがまたこの昭和電工ドーム大分にやってきます。皆さん確実に J1 の試合を見るためにどうかシーズンパスのご購入をご検討お願いします。ご購入された方はご知り合いをお誘いの上一緒にご購入お願いします。そして一緒にまた大分トリニータのこのチームを J1 で定着する、そしてまた胸に星をつけるようなチームに皆さんと一緒にやっていきましょう。今シーズンご支援ご声援本当にありがとうございました。片野坂監督